核融合研究1分紹介2021。皆さんこんにちは。私の名前は辻村徹です。皆さんはお家の電子レンジで食べ物を温めていると思いますが、私はこちらの電子レンジでプラズマを温めています。正確にはこれは電子レンジではなくジャイロトロンと呼ばれるもので、ジャイロトロンは電子レンジの1000倍の電力の電磁波を出します。しかしこのジャイロトロンから出てくる電磁波をそのままプラズマに当ててもプラズマはちゃんと温まってくれません。そこでこちらの鏡を使います。鏡といっても綺麗な平らな鏡ではなく溝が綺麗に並んだ鏡を使います。この特殊な鏡をうまく回転させて電磁波を反射させることで電磁波の振動する向きを制御することができます。さらにこのような螺旋状の面をした鏡を使って螺旋状の刃面をした電磁波を作ることでプラズマをさらに効率よく加熱できる可能性があることが分かってきました。今後も核融合発電を実現するためにプラズマを効率よく加熱する研究をしていきます。はじめまして、川村です。プラズマと壁のちょうどいい関係を探る研究をしています。重水素と三重水素の核融合反応で大きな熱が発生しますが、この熱で装置の壁が溶けてしまうという問題があります。この写真はタングステンという融点の高い金属でできた壁ですけれども、こちら赤いところで溶けてしまっています。その解決のために不純物の利用が検討されています。ネオンやアルゴンといった不純物はこのネオンサインの写真のように光りますけど、プラズマの熱はこのように壁に届くのですけれども、この不純物を入れることによって光で熱を分散させることができます。何をどこにどのぐらい入れればいいかというのを知るためにコンピューターを使って不純物の流れや分布を調べています。こちらは LHD のプラズマとコイルの形を示したものです。そしてこちらはプラズマ光る様子です。人の目で見られないものをコンピューターの目で見ることに成功しました。青と緑で示した水素と炭素は一部に集中していますが、赤で示したネオンは全体に広がっていることが分かりました。詳しくは公式 YouTube チャンネルでご覧ください。核融合理論シミュレーション研究系の南野昌美です。私は磁場閉じ込みプラズマの乱流と呼ばれる現象がどのようにプラズマを漏れ出させていくか、または漏れにくくさせるかという研究を進めています。後ろに見えるのはプラズマシミュレーターライジンと呼んでいる我々のスーパーコンピューターで、プラズマの乱流現象というのは3次元の空間、実空間に加えて速度空間という、別の空間を加えた5次元の方程式を書かなければいけません。その時にこのプラズマシミュレーターが威力を発揮します。こちらはそのプラズマシミュレーターで得られた大型ヘルスカル装置の乱流の揺らぎの様子です。このような研究を進めていくことで乱流の漏れ出しにくさの条件を見つけていったり、将来の核融合の設計指針を与えるというような研究を進めていけると考えています。以上です。皆さんこんにちは。核融合科学研究所プラズマ加熱物理研究系の中野です。私の研究テーマの一つはプラズマ加熱装置の一つである中性粒子ビーム入射装置です。こちらに示すのが我々の主力装置である大型ヘリカル装置です。こちらには5台の中性粒子ビーム入射装置があります。合計で30メガワット以上の電力を入射します。これは家庭用電子レンジで3万台以上の電力に相当します。こちらにある大きな装置は中性粒子ビーム入射装置の試験装置です。大きさは大型ヘリカル装置の中性粒子ビーム入射装置と同程度になっています。最近ではこちらにある粒子ビームを作る部分、運用源に関する研究を行っています。このように多数の計測器を自分たちで設計製作して様々な物理データを取得しています。これらのデータから物理的な解釈を行い、装置の高性能化に取り組んでいます。皆さんこんにちは。核融合科学研究所の小林誠です。私は核融合反応で発生する中性子や水素同位体の振る舞いについて研究を行っています。
核融合論におきましては、こちらに示すような水素同位体同士の核融合反応によってこのような反応が起こります。でこの発生する粒子のうち、この α 線というものはプラズマを高温にする効果があります。この中性子というものは核融合炉のブランケットと呼ばれる部分に到達し、ここでエネルギーを変換することによって発電を行います。またこれと同時に燃料である水素同位体の生が生産されますので、これを回収循環することによって核融合炉の運転を維持します。そのためこの中性子の計測であったり、生成する水素同位体の振る舞いを理解し制御することが重要です。このために私はこれらのような、こちらのような検出器を使って研究を行っています。こちらの検出器は人工のダイヤモンドを使った検出器で、こちらの部分からダイヤモンドが見えます。このダイヤモンドと中性子が相互作用することによって計測ができます。こちらの大きめの検出器はゲルマニウムという材料を使った検出器で、全くこれとは異なる特徴を有しています。私はこのような研究を、このような検出器を使った研究を行っています。皆さんこんにちは、核融合化学研究所の本島です。私の研究はですね、プラズマの元となる水素燃料の粒子を制御することです。燃料粒子を制御することにより高性能なプラズマを長い時間維持することができるようになります。私たちは効率的な粒子制御を行うため、真空容器内のダイバーターと呼ばれるコンポーネントに真空ポンプを導入し、プラズマになりきれなかった水素粒子を一気に排出できるようにしました。今手に持っているのはダイバーター真空ポンプに使われている活性炭というもので、この活性炭をごく低温まで冷やすことで水素粒子を吸着するようになります。私たちの研究の詳細はですね、こちらの動画でご覧になれます。ぜひ一度ご覧になってください。それでは引き続き1分紹介お楽しみください。基礎物理シミュレーション研究系宇佐美俊介です。私の研究テーマはこの磁気リコネクションです。このような磁場の線、これを磁力線と言いますが、磁力線にはゴム紐のような性質があります。ゴム紐により引き伸ばされた磁力線がこのように別の磁力線とつなぎ変わるということがあります。この時磁場に蓄えられたエネルギーが爆発的に解放されて、プラズマが高エネルギーになります。こちらはコンピューターシミュレーションを用いて磁気リコネクションを再現したものです。磁力線がこうつなぎ変わることによって、こちらとかこちらでプラズマの温度が上昇しています。私はどのようなメカニズムでプラズマが高温になるのかということを探求しています。このメカニズムが分かれば、この過程を利用して核融合に必要な高温のプラズマを作り出せるという可能性もありますし、また磁気リコネクションは太陽フレアや地球オーロラにも関わっていると言われている重要なテーマです。私は LHDB の大型リバル装置でプラズマの計測を担当しています。特に原子密度とか電子温度がプラズマの中でどのように時間的に変わっているかというふうなのを、こういうふうなデータを供給して示すことを業務として担当しています。でこういうように計測にはマイクロ波とかミリ波とか、あるいはレーザーとかを使った電磁波を使うんですけども、特に私はマイクロ波ミリ波の計測を専門にしてまして、これを使ってプラズマの中でも特に揺らぎ、プラズマの乱流というものの研究をすることを研究しています。プラズマの中ではこのような乱れた構造ができるというのが理論的には言われてまして、実際にそういうことが起きているのかどうかを、私が開発したドップラーレーダーを使って計測したのがこういう絵です。確かにプラズマの中では一時にこういうふうに乱れている構造があるということは分かったんですけども、今これをもっとさらに、性能を良くしようということで新しい計測器を開発を進めています。それには、例えばこういうふうなアンテナを、新しくアンテナを作ってまして、これはビバルディアンテナというタイプのアンテナですけども、このようなアンテナをこうたくさん並べることで、ミリ波の、イメージングカメラというものを作ろうとしています。でこういうものを使うと、例えばこれは民生の方にも応用ができまして、このような、3次元のイメージ像であるとか、車の中にこういうセンサーを仕込むことで安全な運転をするというふうなことにも使うことができます。こういうような技術を使って、プラズマの研究を、進めているというのが、しております。ここでは磁石を使って物を冷やす研究をしています。
これを磁気冷凍と言います。この磁気冷凍はある磁性材料に磁石を近づけると温度が上がり、遠ざけると温度が下がるという現象を使っています。本当ですかということで、まずそれを見ていただきたいと思います。これがある磁性材料です。この磁性材料を強力な磁石の中に入れて、その温度を測っています。でこれを取り出しますと、パッと温度が下がり、また中に戻すと温度がパッと上がる、こういう温度変化ができることを利用して、低温を作ろうというものです。で皆さんの家庭にある冷蔵庫やエアコンはガスを圧縮膨張することで温度を上げたり下げたりしますが、それと同じようなことを磁性材料に磁石を近づけることが圧縮にあたり、遠ざけることが膨張にあたるということで、同じサイクルで温度を下げることができるということで、この技術はガスを使わないので環境にも優しく効率も高いということで、将来はエアコン、冷蔵庫、あとショーケース、あと超電導の冷却、こういったようなものに応用を図っていきたいと考えています。以上です。それでは引き続きオープンキャンパスをお楽しみください。